フラッグフラッグ。フロックフロックです。我が家にはイエアメガエルを飼っているんですけれども、端っこに寝てますね。うわ、飼っているんですが、今日見慣れないものが落ちていたので、これの正体を今日は調べてみようと思います。なんじゃこりゃ。なんでしょうね。普段の糞は黒、こんな感じの糞をポロポロと落として、あれは餌ですけど、こっちのこの黒いのが糞ですね。普通はこういう糞をポロポロと落としてしているんですが、隣の茶色いのは餌ですけれど、今日見つけたのはちょっと違うんですね。なんでしょうこれは。じー、なんでしょう。なんじゃこりゃ。初めて見ました。これを拾い上げて確認していこうと思います。分解、分解してみます。なんでしょうね、結構大きい。では拾い上げます。わけわからないものを拾って、雨が起きていますね。多分餌を欲しくて起きてきたんだと思うんですけど。ピンセットを食べないでね。ピンセットでこの怪しいものを拾ってみます。あれは絶対食べない。比較として普段の糞も一つ取っとく。おお。餌が欲しい。餌だと思って飛びついてきた。ちょっと待って、ね。食べないでよピンセット。来ちゃう。おお。パクパクされて。糞はこれだ。そう、普段の糞は。雨が狙ってます。まだご飯の時間じゃないよ。餌が増えなきゃ。はい、皆さんちょっと待ってて、ね、後で、ね、ご飯を後にしましょう。これがその糞と謎のものの謎の比較。なんでしょうね、これは。ボコボコして見えるか。わらじ虫やダンゴムシ。うん？みたいなもの。みたいなもの。ついている。ちなみに大きさは。大きさは1円玉と比較すると雨の大きさに比べればだいぶ大きいよね。雨さんは何センチぐらいかな。手に取ってみようか。せっかく、はい、手に取ってらっしゃる。おー。手は食べないで。ダメだ、お腹空いてるから噛んでくるね。また後にしましょう。恨めしそうに見てる。
わけわからないものを分解。はい、それでは分解していきます。なん、どうなってんだろうね、これ一体。何かを狙っている。センター、カラッカラ。水ね、含ました方がいいかな。水やらないとダメかもしれない。ちょっとカラカラ、ダメだ。水出しましょうかね。カチカチなんで水を出します。ふやけてから取りやすくなる。全然足りない。なんなの、ね、このカチカチっぽい。わー。これはね、わらじ虫ですね。わらじ虫が1、2、3、4、わらじ虫が4匹、こっちで4匹、こっちも5匹。そう、昨日の夜ご飯にわらじ虫とダンゴムシを揚げた結果、次の日の朝にまるまる出てきたみたいだね。これは口かな、お尻かな。あ、これあれだ、餌とわらじ虫5匹とダンゴムシをあげたから、餌に紛れて虫が丸ごと出てきて全部じゃない、これ全部。これダンゴムシだ、でっかいなダンゴムシ。ダンゴムシだね。ということで、どうも、正体は昨日の夜に食べたわらじ虫ダンゴムシが丸ごとあって、多分口から吐き出したのかな、これ。初めてだね。なんでだろう。食べ合わせが良くなかったのかな。食べきれなかった。ということで、謎の正体は、ダンゴムシとわらじ虫でした。めでたし、めでたし。なんでめでたしなんだよ。はい。ということで、食べ合わせは考えた方が良さそうだね。一緒にはあげないようにしましょう。餌の日は全部餌、ダンゴムシの日はダンゴムシ、わらじ虫の日はわらじ虫って感じ。そうだね。それで様子を見ましょう。はい。はい、おまけとしてイエアメガエルの餌やり動画です。
うちでは餌に若干水を含ませて食べさせます。食べるかな。待ちに待った餌ですよ。食べるかな。どうぞ。食べた。ちょっと見にくかった。踏み出さないでね。わお、食べてないの。行っちゃった。ダメー。後で釣れます。わわわ、はい、これで最後かな。食べるかな。食べますよ。わお、食べた。はい、今日はここまでです。飛び出しちゃった。ではまた、さようなら。バイバイ。